なものが欲しいならやり続けるしかないのさ。今より大切なものを見たいならやり続けるしかない。はい、こんにちは、上等の店舗と白水でございます。今日はですね、神戸の元町の方に来ております。動く方が三宮でございますね。まあ私も久しぶりに、この三宮元町界隈に来ましたけどもね、まあまだ朝早いんでね、人通りもちょっとまばらでございましてね、イメちゃん、はい、まあ予想はできてると思うけども、はい、多分そうだと思います。朝飯食ってねえんだよね。大体分かってましたそう、はい、まあ、そんなんでさ、はい、とりあえずどっかないの？いや、ちょっとね、うん、一軒行きたいとこあったんですけど、うんうんうん、まあちょっとダメみたいで。ああそうなんだ、店がちょっと休みか今日な。今日ちょっと空いてなかったみたいなんで、ちょっとブラブラ探してみようかなという。ブラブラ探すの？朝ごはん食べれるところをブラブラ探してみようかな。なるほどね、まあそんなのもいいんじゃないですか、ちょっとブラブラして、はい、俺も見たいしな、はい、うん。でまあ、この映像的には編集でちょっとカットして、はい、プッププって感じにしますけども、はい、まあそんなこんなでね、ちょいと朝飯を食いにぶらつきます、よろしく、愛しゅって丸玉食堂に雰囲気がいいじゃん。あそこね、ダメ？めちゃめちゃ美味しいんですけど、うん、この時間は空いてない。やってないんだ。めちゃめちゃうまいんだ。めちゃめちゃ美味しいですね。うわマジか、雰囲気あんもんね。はい、なんか台湾料理かな、なんかそんなんちゃう。あ、そうなんや。なんかね、肉込み。あれほら、今井ちゃん、はい、焼き鳥屋やってるよ。焼き鳥屋か。焼き鳥屋な、どうでしょうね。いや、抱きない中ってんだからさ、はい、いいじゃん、とりあえず行って飯ぐらい食えんじゃねえの。ちょっとでもやっちゃおう。ちょっと濃くないですか。いいじゃんよ、とりあえず勢いつけないの。いい、朝っぽいやつにします、ね、朝っぽいのする。はい。どこよ今井ちゃん。ずいぶんこれ坂上がってきたけど今。いや、なんか何かあんの。ちょっとね、こっちの方になんかあるという噂を聞いたんですけど。あ、そう。朝から朝ごはんが食べれるお店が。さっきのなんか焼き鳥屋さんでいいんじゃないの。まあでもなんか焼き鳥はどこでも食べれそうな気しません。まあ確かにそりゃそうだな、夜でも食べれるし。ああああ、じゃあちょっと行ってみようか。そうですね。まいちゃん、はい、まだ。いや、もうそこですよ。あ、そう。もう朝ごはんといえばっていう感じで。あ、そこか、はい、あ、なんか電気ついてる。そうです、そうです。カレーじゃんよ、今井ちゃん。朝ごはんといえばって言ったって。カレー好きじゃなかったでしたっけ。いやいや、カレーは嫌いじゃないけども、はい、朝カレーだってまた始まったよ。まあいいんだけど、はい、俺もだからこの朝カレーさ、まあ、意外とそんなに別に嫌じゃなくなりました。あ、そうですか。大体うまそうだ。あ、これを連れてきたかったのね。そうです、うん、なんかいいじゃない、あのカレー料理ヒンホイさん、はい、うん、いいね。スリランカ風カレーが今日はおすすめらしいですよ、はい、うん、ちょっと行ってみましょうか。はい、はい。いい感じだね、今井ちゃん。良かったですね。いいとこ見つけてきたよ。はい、朝からカレーか。まあ朝のカレーもな、一回経験してるけど、それからちょっと癖になったね。一度も食べてるからな。一度も食べてる。はい、僕が無理やり。これで何、このなんかおすすめとかそういうのがあるんですか。はい。チャパティのカレーも食べてもらえるんですけど、はい、モーニングセットもあります。チャパティって何ですか。あの、なんとかよりももうちょっと薄焼きのパンみたいな感じ。ああ、そうなんですか。はははは、それもいいですね。あとカレートーストとかバタートーストっていうのがあるんですね。そうですね、はい。じゃあどうする、このモーニングセットにしてみます。カレーチャパティで、はい、はい、このままどうしますか。チャイかコーヒーか。チャイって言いましょうか。ビール行っといた方がいいんじゃないのか。ビールあるんですかね。ビールありますよね。ビールちょっと一ついただきましょうかね。これしょうがねえよ、俺ばっかりは。しょうがないっていうのはどういう感じなのかも分かんないですけど。
アサビってやつですよ。そうですね、はい、なんかこのお豆のこのせんべいがおつまみにいいんじゃねえかっていうことでちょっと出てきましたけどね、意外です。うん、おいしい。あ、これサクサク軽くておいしいですね。そうですね、はい、向こうでも結構あのお酒のお茶飲み的に、あ、インドの方でですか。はい、これうまいわ。うん、これ出来たてなんですね。そうですね、うんうん、おいしい、すごいおいしい。モーニングセットですか。そうですね、ありがとうございます。来ました。これはチャパティで、これは何のカレーですか。これはあの豆とチキンのカレー。豆とチキンのカレーいただきました。じゃあ食べましょう、ね、あ、本当だ、ちょっと、あ、おちいちいちい、ちょっとあの薄めのナンなんですね、ナンみたいなやつ。そうですね、うんうん、でちょっとこれをつけて、うん、おいしい。あの、さっぱりしたカレーですね。うん、うん、おいしい。辛みも非常に抑えてありましてね、あの野菜の甘みはしっかり出てます。はい、豆の甘みっていいんですかね。で、これがね、チャパティっていうの、ナンよりも、これもなんすか、これ小麦粉なんすか。これはあの全粒粉ですね。全粒粉、はい、うん、だからこっちの方がね、あのナンなんかよりも、俺が食べてたナンなんかよりもなんか香ばしい感じがしますね。はい、美味しい。うん、あ、これ美味しいですよ。ほんでこれは、あ、そうですね、調節してもらいました。うん、辛みを、はい、両方ともそうですか。これもう一個のクリーム色の方はあのお砂糖で、これは砂糖で、はいはいはい、うん、なるほどなるほど。じゃあこれちょっと辛みをちょっと増しましょう。うん、あ、ちょっとパンチが出ました。うまい、うまい、うまい、うまい。ちょっと辛み入れた方がいいかもしれないです。はい、おいしい。うん、うん、これほんとおいしい。うん、コクがあるしね。うん、豆の味もよく出てるし。うん、あ、これほんとおいしい。おすすめだよこれ。はい、チャイがやってまいりました、これね、まずはこの何も入れないで飲みましょうね。あ、おいしい。うん、あ、さっぱりとしたミルクティーだね。うん、じゃあちょっとこれを砂糖ね、ちょっと砂糖入れた方が美味しいかもしれないね。ほっとするね。いやー、このカレー料理ヒンホイさん、モーニングカレー、いやー美味しかったですね。朝からカレー、あのスパイスが非常にね、たっぷり効いてたんでね、こうちょっとした汗をかいてね、こう体が活性化されるっていうか、動ける体になりましたよ。なかなか美味しいカレーも食べさせていただいてね、まあ、ちょいとビールも入れたんでね、機嫌がいい感じになっております、まあ、まだ朝ですんでね、ちょいとこれから、兵庫県あたりをちょいと回ってみたいななんて思っています、よろしく、アイシュ。動画面白かった。